田中かまぼこ本店は田中徳三郎が明治21年に創業、愛媛県宇和島市でお客様、社員、地元の方々と130年以上歩んできました。昔ながらの伝統技法で作り上げるかまぼこ、じゃこ天は地元の海である宇和海近海で獲れた新鮮な魚を使用、魚そのものの味を大切に歯ごたえのある商品を職人の手で作っています。長い歴史の中で皇室、明治神宮への献上、奉納も賜っており、安心安全な信頼された商品を提供しています。またこれまでに多くのテレビ番組でもご紹介いただき、東京都内にある愛媛県のアンテナショップ瀬戸内春菜館では数多く販売されている手押しじゃこ天の中で毎年1位を獲得しております。まずは原料となる魚を受け入れます。次にその魚の検品を行います。続いてはその魚を処理していきます。頭を切り落とし、魚の身を取った後ミンチにしていきます。ミンチになった後は練っていきます。練り上がったじゃこ天のすり身をまずは試し揚げ、そして専用の木枠に入れ型を取り、手押しし1枚ずつフライヤーで揚げていきます。揚がったじゃこ天は冷却、検品します。包装した後にはさらに出荷前の検品を行い、出荷されていきます。人を笑顔にできる社員と商品、次の100年へ。田中かまぼこ本店。